2009年ラジスタ。その日、男はキャリアの頂に立っていた。跳ねるように走る、弾けるように打つ。そのキャリアで最もひらめいていた時間。しかし、それでもその男は言った。時間を戻せば、きっと同じプレーを選ぶ。Fans, now it's your turn.